さあ今日は SS ランクを作っていくんだけど、まずはそのお膳立てからいこう。暁将軍とゴールデンスライムで、騎飛竜なのかな。こいつ一番かっこいいね。なんか真っ黄色なのかなと思ったらさ、ちゃんとその黒い部分があるじゃん。いいよね。ジゴデイン、デイナマータ。何？デイナマータって何？ヒャドマータとかのマータ系ってことは、あれか！ギガデインのデイか。ってことは、雷系のマータってことだ。ああ、やっぱ一番かっこいいね。デビルプラントと暗黒大樹の番人。で、密林の守り人。こいつね、密林の守り人っていうスキル持ってんだよな。ドルマゲのイオグランデ、バギムーチョ、バギムーチョ来たね。なるほど、結構強いんじゃない。で、これも強い。配合元になった暗黒大樹の番人も固有スキル持ってるんだけど、ドルマータ覚えるんだよ。ドルマの闇属性のマータ系ってことだ。15回攻撃のね。めっちゃすごくない？こいつ結構強くなるぞ。野生でゲットした黒竜丸と、野生でゲットしたマポレーナで、レジェンドホース S ランク。これすごくない？これ野生で S ランク作れんだって感じ。この神々の力ってのが初めてだけど、クソ雑魚か。あー、これはレジェンドしてますわ。ブラックドラゴン S ランクと、さっきの密林の守り人 S ランク、こいつらを混ぜることによって SS ランク、グランシーザーついに来たわ。きらめく息吹。なんでこんな雑魚技覚えてんだ。で、問題はね、密林の守り人でドルマドン覚えるんだけど、ドルマドンより絶対ドルマーダの方が強いんだよな。ドルマーダってメラゾーマみたいな感じだから。あとザバランカ単体の闇魔法の一番強い技って感じなんだけど、まあ一応両方取っておくか。なんなら別に他に入れるスキルねえしな。かっこ悪いんだよね。超海竜みたいじゃない。なんかね、俺のグレートドラゴンはこう斜めに、なんだろう、カメラ目線でさ決めてる感じだったんだけど、ジョーカー3のグレートドラゴンちょっとダメだわ。さあ、そしたら次は SS ランクの4体配合するよ。青飛竜と赤飛竜で、まずは何でもいいから作る。で、次にブラックゴーレムと黄飛竜で何でもいいから作る。そして4体配合、黒飛竜。こいつさ、スキル闇の名手なんだけど、舐めてない？こんだけ手間かけて作ってさ、何がドルモアじゃお前。ドルマドンの前だね。で、問題はさ、ここなんだよ。何を取るかじゃない、正直。黒き花婿とか、違う気がするんだよな。強いけどさ、なんかドラゴン系で揃いたくない。回復ないのか、回復。回復ないな。まあライドじゃないわ。合体する片割れを回復役にすれば、どうにかなるか。赤飛竜、青飛竜、黄飛竜、守備力ガード SP で、これで消費 MP 半分になるから、マックスまで取れば。あと1個だな、魔法で攻めるから、賢さアップでいいな。これでいいや。かっけー。おお、全然違うぞ。来たか。もう性格変わってんじゃん。ガルビルス。僕はもはやガルビルスではない。マザーと一体化し、ブレイクワールドの神にも等しき存在となった今の名はガルマザード。超かっけー。マザーって感じするね。僕を、いや我を称えよ。新たなる神が今ここに降臨したのだ。キャラ変わりすぎだろ。お前たちは神への生贄である。ああなるほどね、お前自身が神ってことか。その存在のすべてをガルマザードに捧げよう。違う、この世界に生きるすべての命はお前の生贄なんかじゃない。ブレイクワールドは私たちが守ってみせる。まがい物の神に負けたりしない。ガルマゾードをグロー具兵するというのか。ならば見せてやろう、新しい神の力を。何こいつ、ドラゴンボールにいそう。そして後悔せよ、神に歯向かった自分の愚かさを。なんかこいつ小物になったな。あの僕っ子の方が良かったよ。おう、
BGM がすごいことになってるわ。で、これはシーザーに任せよう。ゲルニック将軍は一人でやれるぐらいのスペックがあるから、ここはシーザー合体で、おっつけ。いや、ここら辺の変な技意味ないだろ。テンションためていいかもしんないな。テンションため出せよ。いきなりイテツカードなんてやってこないでしょ。めっちゃやってくるやん。やっぱダメか。ジゴスパーク。あー、なるほど。混乱した。ん、してない、してないか。テンション上げるのがダメか。そしたらガンガン行こうぜにしといて、キャドマーター。で、お前は、なんでビョーマ覚えてんの？これ誰がビョーマ覚えてたんだろう？強いね。味方1体の HP を1000前後回復する。これは強いわ。ドルマータでいいかな。あ、待った。あれだわ。弱点見てなかった。メラガイアは普通か。こいつまさか、弱点ない感じか。メラガイア、で、ドルマータね。激減だったね。ここら辺全部激減だ。あー、あったー。光属性が効果抜群なんだ。じゃあグランドクロスで。300？ 硬くね？バギムーチも300か。全然変わんねえな。ダメじゃん。来た！ミラガイア魔力の暴走。ナイス。毎ターンいてつかどうか。でも意味ないぞ。これはゲルニック将軍。種滅の国。何それ。種滅の国解除もないと5ラウンド。守る系の技が使えない的な、あれじゃないの。ベオンは使う必要ない。特上薬草で、俺が持たしてあげてメラガイア。グランドクロス MP のちょっと無駄遣いまであるから。いや、スクルトでいいか。スクルトで防御上げて、闇の波動。うわ、やばっ。何これ、特性強すぎない？天地の構え。うわ、ドラゴンバーガーイテツカードで解決された。いや、通常攻撃とさ、ジゴデインさ、同じじゃん。あー、ベホマ自分で使ってくんだ。MP が足りない。特上薬草、まあここら辺は気楽に行こうや。後ろにはさ、一軍が控えてるわけだから。 MP 切れる前にスクルトだな。秘めたる力、守備力が下がってしまった。守備力が下がってしまった。スクルトかけてもあれか、いてつか波動で下がっちゃうのか。俺何やってんだ。なぜかテンションだけかと思ってたわ。混乱してないよな。うわー、持たねー。傷を癒やしっちゃ。とりあえず特薬草でメラガイア。MP がなくなってしまったー。回し蹴り。敵全体に物理ダメージ与える。敵の守備力の影響を受けない。お、いいんじゃない。相手守備力上がってたよね。下がったか、なんかよくわかんねえな。これがあれか、アビサンド。何これ、敵限定の技だったりしない？うわ、ダメだ。アビサンド俺らも使えんのかね。はっ、体技弾かれた。なーるほど。ちょっとこのターンは耐えてくれ。将軍の方がやばいかも。あ、でも800あるわ。意外とあるね。やばい、灼熱。待って、これ強いぞ。
急に強くなったな。プレイヤーの調理にライド合体。あー、素早さと賢さがくっそ早いって感じだな。問題はね、この子が多分回復技を覚えてないことなんだよね。覚えてないな。そうか。しかもデイナマータが激減だ。自己デビューも激減。まずい、女神しか。あ、弱点だ。灼熱弱点か。灼熱攻めでいくしかないな。でも回復は俺が毎ターン投げてやるしかない。作戦はガンガンいこうぜ。頑張れ。特上エクスは全然間に合わないね。お、それめっちゃ食らうじゃん。あー、それでいいな。いや、毎ターン400、500飛んでくんでしょ。やべ、これ負けたかもしれん。強すぎる。強ボディ、強ボディ使ったってことはナイス。いや、すっちょ、強ボディ使ってるってことはちゃんと HP は削れてるってことだな。特上薬草じゃ間に合わないな。いやー、ダメだ。他に回復するものがない。特上薬草でどうにかするしかないな。あー、これなんで MP 少ないのかなと思ったら消費 MP 軽減になってるからだ。スキルで、スキルじゃねえわ、スキルか。頼む、頑張れ、倒してくれ。自利品だぞ。しかも暴走期間が死ぬほどいて。うわー、闇の波動強っ。全能力ダウンってありかよ、そんなん。よしよし、なんで外れた。おへー、相手も MP ないんじゃないのこれ。あー、このターンで倒さないと多分負け。やっぱ回復系ないときついな。ベホマズンで誰が持ってたっけ。そいつと組ませないとダメだな。うわー、もうダメだー。あー、つえードラゴンボール、つえー。まあまあ、ラスボスだからな。逆にそう簡単に勝っちゃいけないまであるな。アカシア久しぶりに来たけどさ、めちゃめちゃ増えてんな。武闘家の知恵。弱そうだな。バイキルト。バイキルトぐらいしかちょっと。あ、ここら辺10万円だ。ザオリク覚える。ザオリク、ギラグレイド。ギラグレイドか、あれか、あのベギラゴンの上か、確か。ここら辺はさすがに10万するだけあって強いな。でも欲しいものないな。今の俺のモンスターたちのねスキルが強すぎる。あー、闇耐性があるぞ、夢将軍。いいね。これなら多分融合した時にある程度闇と闇耐性を受け継ぐやつでしょ、さすがにね。んで回復もあるからこれ戦えらず。リベホイミ、味方一体の HP が少しを回復し続ける呪文。いやー、多分これイテスカードで飛んじゃうよね。ベホマズンは500、ベホマラーが、ベホマラーじゃ足りないか。まあ、自分でベホマラーやってくれそうな節あるけどな。ここはとりあえずグランドクロス打って、回復ちょっとお前に任せるぞ俺。この闇の波動がやばいよ、これ異常だわ。600結構俺だね。まあまあ、これも今40だから使ってもいいだろう。すごいな、このライドのさ合体技ってこんな強いんだね。伊達に MP80 じゃないな。天地の構え、これが弾き返した技だ。
どうしよう、このターン防御でもいいな。勝手にね攻撃して弾かれても困っちゃうから、うん、ここは命令で防御に徹しよう。240削れないだろ。いやー、暴走期間で下がるのがきつい。71か、食らうな思ったより。いや全然240超過してるわ。なんなら自分の暴走期間が一番効いたわ。これベホマラーかな。暴走期間で、あれ暴走期間発動しない、発動しない時あるんだ。頑張り、いい戦いはできてるぞ。ナイス、よく避けた。闇耐性ちょっとあるんじゃないかな。200通んないよね。間違って丸を連打していく。まあ、ここはいいか。任してもいい場面だったな。あと MP600。ギガデインは通んねんだよ。任しちゃダメだったわ。あー、ジゴスパークの方が食らうな。やっぱ闇の耐性はあるんだな。やばいやばいやばい。ナイス、傷を癒す蝶で特上薬草からの、これ、ベホマズンが500回復するから、ベホマズン。ベホマ教えな、ベホマ。648、いいね。よしよしよし。闇の波紋の方が綺麗だね。おい、ジゴデイン打ってこいよ。つか、ジゴスパークの上がジゴデインかと思ったら、闇属性と雷属性だから別の、あれなのか。うわ、強ボディやばい。チートだよな、普通に考えて全能力上がるってさ。ただこっちもガンガン行くっちゅうで上がっていく。で、ここ油断しない。特上薬草は絶対毎回配って、東国討滅弾。これも使っていこう。MP 思ってる余裕あるぞ。暴走期間25。これは、1000ぐらい行くんじゃない ?1489、ナイス。まだ倒せないか。もうそろ倒せる気するけどな。うわ、ガンガン行くっちゅうがすぐに打ち消された。アビサンド、これ食らわないだろ。153、まあまあだな。特上エクスをもっと買ってくればよかったな。思ったより長くなりそう。ただこれ絶対勝てるね。ナイス暴走期間、もう決めていいぞ。これあえて守備力下げてんのさ、自分であれだよ、首絞めてる気するわ。こっち回復追いついてるしね。この先あんのかな。第二形態とかあったらもう終わりなんだが。あれ、ジゴスパーク、あー、闇と雷属性なのか。なるほどね、そういう感じか。まあ、おかしいと思ったわ。絶対ジゴデインとジゴスパークって繋がってるもんな。終わり、よっしゃー、なかなかの強さだったな。第二形態やったら俺はもう知らんわ。絶対勝てない。ガルマハザードが、この僕が負ける、どうして、絶対の存在になったはず。おかしい、こんなの何かの間違いだ。僕が滅びるなんて。来たな、螺旋岩。今度こそ浄化を。ガルマハザードにも邪魔はされないはず。それはどうかな。そんな、どうして、一人で消えるもんか。お前たちも世界も僕の道連れだ。僕っ子になってる。もうマザーはボロボロだよ。治らない。浄化なんかできっこない。マザーを失ったブレイクワールドは崩壊する。お前たちは終わりだ。あーあー、第二形態ないんだ。ドラクエのラスボスは第二形態あってなんぼなのにな。レナーテ死にそうだな。私の体を犠牲に、うんたらとか言い出しそう。
まだ手はあるわ。覚えている？私の言ったことを。あなたがガルマザードを倒してくれれば、あとは私が何とかすると。ほら来た。フラグが立ってたもんな。私はマザーの機能中枢から生まれた存在。すべては無理でも崩壊を防ぐくらいなら。そう、私がマザーの機能を代行すればブレイクワールドは存続できるはず。なるほどね、お前が第二のマザーになるってことか。ありがとう、ナマ。あなたはやるべきことをやってくれた。故郷の推しから続いてきたカルマストの悪意を、マソの呪いを断ち切ってくれた。だから今度は私の番、私がやるべきことをやるだけ。私はマザーと共にコアに行く。そこでブレイクワールドを守り続ける。そう、レディス何にも意識してなかったな。だからお別れよ、ナマ。あなたのことは絶対に忘れない。パーティーに入れてやればよかったな。あなたはブレイクワールドに帰すわ。こっから先はもう私だけでいい。できることならあなたと綺麗な世界を旅したかった。私はコアの中からあなたのことをずっと見守っている。今までありがとう、ナマ。さよなら、元気で。なあ、一瞬だ。バーディー絶対に映してもらえない。の超ラ速って言ったら映ったわ。これ元からこの色なんだね。すごい色悪いよね。全然マザー感ないんだよな。浄化してもこの色だよ。浄化はできてないのか。螺旋が無理だったのか。急に急にエンディング来たぞ。そういえばノチョリン全然話に関わってこなかったな。ずっと一緒に旅してるはずだったんだけどな。聞こえるかい、生。聞こえているなら返事をしよう。誰？トビ、勝てる。これより配合装置を使って調整配合ができるようになりました。もう来た。聞こえるかい、生。聞こえているなら返事をしよう。え？まさか私のことを忘れちまっちゃいないだろうね。ルキア生きてたのか。私だよ。ルキアさ、ルキア。本当に世話が焼ける子だね。だけどよくやってくれたね。よくぞ悪の元凶を倒してくれたよ。聞きたいことはいろいろあるだろうけど、まずは直接会って礼を言わせてくれ。ウッドパークで待っているよ。
まあ、別になんか本当に愛着なかったからそんな嬉しくはないな。いや別にまあ嫌でもないけどさ。なんだいなんだい、幽霊でも見たような顔して私はちゃんと本物のルキアさ。ただし生身ではないがね。ちょいと事情があってね、私の体もあんたと同じエイリアスなのさ。ああそうだったんだ。まああんたよりも旧式の機械を使ってるから復活するまで時間がかかっちまったけど、おかげで最後の戦いを手伝えなかった。そのことはすまなかったと思ってるよ。こっからドラゴンクエストジョーカー3プロフェッショナルのストーリーなのかな。それにあの子レナーデはマザーから離されたことで感情を持ってしまった。そんな心がある子をたった一人コアに残すなんてかわいそうなことをしたよ。でもね、諦めるのはまだ早いよな。なるほど、プロフェッショナルは助けに行く物語なのか。私たちが力を合わせればあの子はあそこから解き放ってあげられるんだ。やれやれ、やっぱり休止はいけないね。どうもこのエイリアスは限界みたいだ。どうやらレナーテを助け出す前に私自身を何とかしないとダメそうだよ。なま、私をコアの先にあるポイントゼロへと連れて行ってくれないかい。オーザライドを使わないとポイントゼロへはいけないんでね、頼んだよ。これ新マップだな。よし、じゃあ今回はここまでかな。次回からプロフェッショナル版のストーリーと、こっから本番らしいよ。あの難易度やばいらしい。さらば。